ニスさんのことは残念でした。私もブエナ村で一緒に暮らしていた時のことはよく覚えています。時期だったかもしれません。嘘つかないでくださいよ。わかんないですよ。気づいたんだ。もう大切な部分からは目を背けていたことに。何も変わっていなかったんだ。あなたたちが私に家族の温かみを教えてくれたんです。だからあなたと悲しみを分かち合いたいんです。ルディ、私に任せてください。